テンプスラムチャンネル始まりました。よいしょ。テンプスラム東山です。どうもジュルキです。どうしたどうした。自分の名前言うときにむせる。マシ増える増え。え、これよし？いやもういいです。え、はい。え、ちょっとむせちゃいましたけども。本日はいいよ。本日は、過去の日本選手権オートレース優勝戦振り返ってみた。はい。はい。まあ。シリーズものですけども、シリーズものですけども、今回はですね、うん、29回大会から31回大会の3つを振り返っていきたいなと思います。はい、はい、97、98、99、はい、いい時だな。もう俺オートレース行ってるわ。あ、そう。あ、もう物心ついてる。かそうね、小学校ぐらいか、うん、そうね。俺まだギリギリついてない。いや、ついてるついてるだろ。小2、小3ぐらい。小1、小3、小1ぐらい。あ、ギリついてない。え、遅っ。物心つかねえまま小学校行ってた。やばいな。ということで、まあ、物心ついたぐらいですかね。はい、うん。おなじみの選手たちも、ようやく出てきますから。うん、今、活躍している選手。選手たちもね、たくさん、ね、はい、出てくるということで、うん、3本、一気に見ていきましょう。うん、では、どうぞ !5 秒前、3秒前、優勝戦。合わせていった5番の高橋、5番の高橋、まずは高平は6番手あたりとお伝えしておきましょう。さあ4番の中村が一発決めるのか。高橋をブロックするように3コーナーから4コーナー。さあこれは6枠の1社が上がって、おっと中村がちょっとずれた。8番の旗が2番手上がるか。さあ高橋がぶっちぎりました。高橋がぶっちぎりました。すごいタイムが出そうです。あれよあれよという間に5写真から6写真ぶっちぎった形。そして島田が上がってまいりました。島田が2番手上がってまいりました。片平は6番手から5番手どうした。さあ高橋が逃げるだけ、ちぎるだけの競争になりました。非常に速いタイムが出そうです。手に汗握るハイレベルの高速スクランブルが展開されております。3コーナーから4コーナーホームストレッチ。気持ちよさそうに逃げているノクリア7周。まだまだ先は長い競争。しかし2番手の島田とはもう6写真7写真ほどちぎっているんでしょうか。島田が抑え役になっているようです。2着争いはちょっともつれそうです。さあ島田に8番の旗が絡んで、そして4番の中村、その後ろに3番の小林、2番の片平絶体絶命とお伝えしておきましょう。さあ高橋があとはちぎるだけ逃げるだけになりました。すごい競争も高橋の一人舞台になるんでしょうか。今年一番名前を打った高橋が地元で凱旋帰国という感じなんでしょうか。残り5周。さあ2着争い、旗が入ってくるか。旗が入ってまいりました。2着争い、8番の旗、関門の出走が2番手浮上してまいりました。さあどうでしょうか。前との差は7写真とお伝えしておきましょう。4コーナーからホームストレッチ。こんなに素晴らしい戦い、まさに感動のアスファルトオブドリームスであります。高橋あとは引き離すだけ。さあ2着争い、旗に絡む選手はいるんでしょうか。島田と中村が3番手でもがいている。その後ろ5番手片平、もう涙を流しているようにも見えます。片平残り3周。最近はいろんなことで一喜一憂、サッカーでは体が震え、ボクシング辰吉の世界チャンプ返り咲きに熱くなり、大相撲小錦の引退に目頭を熱くし、そして今は地元の高橋のぶっちぎりの競争に寄ってしまいそうです。まさにヒートアップウィーク。残り2周。先頭高橋逃げている。8番の旗が2番手。さあ2番手死守するか。中村も黙っちゃいない男です。さあ3コーナーから4コーナーホームストレッチ。さあどんなタイムが出るんでしょうか。さあ2着争い、どうだ。入れない。4番の中村入れません。片平4番手まで上がったが時すでに遅しか。さあ片平に逆転の目あるのか。2着争いだけが面白くなっている。すごいぞ、強いぞ。今ここに20世紀最後の大物宣言、高橋光ぶっちぎりで優勝ゴールイン。2着はどうだ。外に旗、そしてインコースに中村とお伝えしておきましょう。オートレース、いよいよ動き始めます。発走いたします。3秒前、2秒前、優勝戦スタートいたしました。さあ先頭勢が出ていきました。片平ちょっと遅れ気味であります。5番の浜野が出ていくのか。3番の池田が受け止めた形になりました。10周戦初めての3番の池田と5番の浜野のコンビがワンツーを決めるのか。さあ内を締める。3番の池田、5番の浜野を覗いておりますが、まずは若手が外へ遅れて、7番の高橋がやってまいりました。高橋
が頭に立ちました。やはりじっくり見据えておりました。この時片平4番手まで上がってまいりました。7番の独走力ある高橋が先行体制作りました。さあそして2番手争い、3番の池田正和が2番手をキープ。後方からじわじわと片平が3番手まで上がってまいりました。7番の高橋明治の逃げに入りまして3車身から4車身リード。3番の池田が追随するがちょっと膨れている。片平は5番の浜野と競り合っている。5番の浜野がインコース入ってまいりました。3番の争いは熾烈です。レースは残り7周です。7番の高橋が早くもマイペースの逃げ、頂点は2着争いになってしまうんでしょうか。3番の池田が満を持して2番手をキープ。しかし5写真ほどちぎれています。3番の池田に迫ってまいります。6番の片平拓海後ろからじわじわ追い上げて、いよいよ千載一遇のハンターチャンスになるんでしょうか。しかし片平タイヤを滑らせている。3番の池田そして5番の浜野と23期24期の若手が2番手3番手、片平前をなかなかこじ開けることができません。7番の高橋、さあ1億は見えてまいりました。残り5周です。5写真から6写真ぶっちぎりました。これは文句ありません。7番の高橋もうすでに優勝トロフィーは手中に収めたのか。5番の浜野が2番手単独で浮上、やっとの思いで片平が3番手か。レースは残り4周です。伸びる二の足三の足すごい足であります。高橋光ぐ6写真から7写真今日もちぎりました。7番のオレンジの勝負服、選手権は連覇を目指すことになりますが本当に文句のつけようがない走り。残り3周です。5番の浜野がやっぱり勢いがいいんでしょうか。2番手を確保か。そして6番の片平が3番手からなんとか着上げんと2番手を走る5番の浜野に迫ろうとするんですが、なかなか車間が詰まりません。4番手に2番の岡部が上がってまいりまして、池田は3番手交代。残り2周です。勝ちの高いぶつかり合いという感でしょうか。まさに走りはダイヤモンドかエメラルドか。非常に素晴らしいコーナーワーク。7番の高橋文句のつけようがありません。スペースシャトルディスカバリーグレンさん36年ぶり宇宙の旅と感激にオーバーラップする走りであります。7番の高橋に迫ってくる5番の浜野ですが、まだまだ届きません。いよいよチェッカーを受ける7番の高橋、頭の中で何を考えているか。明日からオーストラリアへ旅行です。ゴールイン。2着は5番の浜野順でしょうか。カウントダウンがいよいよ始まりました。発走でございます。5秒を切りました。3秒前、2秒前、日本選手権優勝戦スタートいたしました。まずは誰が出ていくか。インコースから1番の田代、アウトコースから池田が行くか。田代が食い止めました。マジックは田代が先行体制作りました。池田はなんとか2番手につけました。さあ田代後ろを締めるような形になりまして4コーナーへと向かいます。先行体制は1番の田代の位置、2番手は7番の池田が近づく。ここに早めに池田に乗っかっていった8番の島田の姿も見えています。さあ遅れることなく4番の片平拓海が4番手につきました。さあ池田がインコース入ってくるか。池田がまずは入ってまいりまして今度は逆転。池田が頭に立ちました。池田は頭に立って島田最後固めて狙ってくるか。まだ8周あります。先行は7番の池田、池田が行った。おーっと島田がぶれる。4番手交代、代わって3番手以上は4番の片平拓海であります。7番の池田が逃げていきます。1番の田島が2番手、4番の片平拓海。車体はどうでしょうか。まだまだ大丈夫でしょうか。タイヤは残っているか。7番の池田が逃げます。左をされることになれるんでしょうか。7番の池田が近づく。1番の田代が2番手、4番の片平3番手、8番の島田が4番手と体勢はとりあえずおとなしくなっていますが、7番の浦田黙っちゃいない5番手です。まだ6周あります。先行体勢は7番の池田、思想の通り走ればいいチャンスがやってまいります。7番の池田が盛り伊達じゃない 3.25 の思想であります。さあ2番手争い、1番の田代に4番の片平が突っ込んでくるか。しかしタイヤが流れている。7番の池田先行、1番の田代が2番手、おーっと田代が落車、滑ってしまいました。さあ7番の池田大野は今度は4番の片平拓にありますが、ちょっと後ろがあまりにも開くすぎ、お写真坂、7番の池田逃げる。あと4周、片平追う作戦があるのか。大国船橋復活をかける死闘になりました。前3人は全員船橋勢であります。7番の池田追走する、4番の片平、そして8番の島田。さあ7番の池田このまま逃げることができるのか。さああと3周です。今年は全日本選抜でちょっと池田は悔しい思いをしましたが、それを全て憂さを晴らすことができるか。7番の池田正和
ず4番の片平との差4車身差、3番争いは8番の篠田がガードして、2番の裏がこれ以上ちょっと伸び損ない、残り2周、7番の池田逃げる、4番の片平が追う、この強い走り2000円札のデザインにしてもらいたいぐらいです。さあ3コーナーへと向かいます。7番の池田逃げる、そして4番の片平、どこまで迫ることができるか、壮絶なバトル、見ている方もあっちっち状態で残り1周、先行は7番の池田、冬が見えてまいりました。さあ片平王もちょっと届きそうにない、7番の池田、さあ西暦1000年代最後の日本一は文句なし、7番の池田になるか、直線コース、最後の直線コース、さあ一気に池田雄たけび上げてゴール、2着は片平か。いやー、まず、三嗣選手ね。うん、いやー、三嗣選手が、初優勝か。そう。から2連覇してる。2連覇。おー。日本選手権とかね、初優勝が2連覇ということで。うんうん、はい。そこから絶対王者ってね。まあ、そうだね。まあまあ、これぐらいの時期からだもんね。何年目くらい、まあ、デビューして7年目とか、それぐらいじゃん。6年目とか。めっちゃ若手で2連覇してる。うん、そうだよ。すごいよ。でしかもこれ、うん、3つ全部に片平選手いたね、やっぱり。そうね。すごいわ。で、あの三嗣選手、船橋王と日本選手権に取ったけども、その後にオーストラリア旅行が控えているっていう、うん、いいな、それを楽しみにやってたの、うん、そうだ、でも優勝して、で、オーストラリア旅行でしょ、めっちゃ気持ちいいだろ、なんならだからそのオーストラリア行ってさ、オーストラリアの人にさ、うん、俺優勝したんだぜって言ってる可能性もある、ね、伝わんないけど、お前があの三嗣高橋からって、うん、陽気だな、オーストラリアの人わーい、うまいね、オーストラリア人そんなイメージないけど俺優勝したんだぜって、おーいうまいな、なぜなぜって意味がない、多分伝わってないな、そのオーストラリアにオートレスないから、で、そして池田選手の優勝と、うん、はい、なんかもう IT 対決が、おお、そうだね、うん、32回以降はもうね、やっぱおなじみの選手たちがもう続々出てきますんで、うん、はい、次回もちょっと楽しみにしていただきたいなと思います、はい、ということで本日の動画こちらで終わりにしたいと思います。この動画良かったと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。